商工市の海剣山にある大雨量雨は中国古代の伝説的な帝で夏朝の創始者。名は、文命、死後は、う、別称は大雨、夏雨、恵比数ともいい、聖は、聖、意味名を合わせ文命とも言う。夏王朝創始後、死を書こうとした。黄河の治水を成功させたという伝説上の人物である。かつて中国は宇宙あるいは、宇城と呼ばれ、 ウは中国の古代神話あるいは伝説上の人物として知られる。ウの父は、ンという。漢定律歴史によれば、ンの五世の祖は五帝の一人である帝戦玉であり、ウは皇帝の雲孫にあたる。また、ンの父は帝戦玉であるという説もある。したがってこの場合、ウは帝戦玉の孫にあたる。さらに、 三戦力は同じく皇帝の一人の皇帝の孫で、あるという説もある。この場合は皇帝の夜叉後にあたる。塗り氏の女をめとり、刑という子を成した。右は卓越した政治能力を持っていたが、それでいて、自らを誇ることはなかったという人徳を持ち、人々に尊敬される人物であった。三行の時代に、右は治水事業に失敗した父の後を継ぎ、 春に水挙される形で、黄河の治水に当たった。父の紺は堤防を固定し、高地を削って、低地を埋める、陰と呼ばれる方法を用いた。しかし、紺は9年経っても、成果を上げることができなかった。この呂は放水路を作って、排水を行う、るベと書と呼ばれる方法を用いて、黄河の治水に成功したという。列車用紙第7によれば、この時仕事に打ち込みすぎ、 体が半身不随になり、手足は日々赤切れだらけになったという。しかしこの伝説は、元来存在した、うわ変かれなりという描写を構成に、合理的に解釈した結果生まれた物語だとされる。創始投石変換第29には、行は富士、春は不幸、うわ変かれとあり、順子巻き第3悲壮編第5には、うわ飛び、湯は変種とある。白川聖は、 三回行に見える魚に、変化れという表現が使われていることから、うは当初は、魚の姿をした神格だったという仮説を立てた。実際、うという文字は本来トカゲや、ワニ、竜の姿を描いた象形文字であり、うの起源は、甲賀に住む水人だったと言われている。そしてこの、変化れという特徴を真似たとされる、歩行方法が、うふであり、半身不遂でよろめくように、または、 片足で飛ぶように歩く身体技法のことを言う。ウフは、道教や中国の民間信仰の儀式において負者が実践したやり方であり、これによって雨を降らすことができるとか、岩を動かすことができるとか伝えられている。日本の呪術的な身体技法である変売も、科学習などの中世の辞書では、ウフと同一視されているが、必ずしも同じであったわけではないらしい。 太平行期の中に記載する、神はウに鬼神を召喚する本を送る。三回常広中に記されているウによる、虫敷との交戦の描写には、具体的な流としては、王流がウに活性しており、最後に捕らえられた。その後もウは、人々の生活を脅かしていた寄生の悪獣、アイアナギを退治し、人々にその異様を称えられた。ウは春から、定位の禅状を受けて夏王朝を開いた。 宇和即位後しばらくの間、武器の生産を取りやめ、田畑では収穫量に目を光らせ、農民を苦しませず、宮殿の大増地区は当面先送りし、赤書や市場にかかる諸税を免除し、地方に都市を作り、煩雑な制度を廃止して、行政を簡略化した。その結果、中国のうちは元より、外までも兆候を求めてくるようになった。さらに宇和川を、 意図的に導くなどして様々な河川を整備し、周辺の土地を耕して、草木を育成し、中央と東西南北の違いを旗によって、人々に示し、古のやり方も東州し全国を分けて、九州を置いた。うは、倹約政策を取り、自ら率先して行動した。竹書記念によれば、45年間帝であったとする。また、今本竹書記念によれば、 8年間帝であったという。さらに、式によれば、10年間帝であったという。石膏省商工市の会計山に大雨量がある。中国が1996年から1999年にかけて実施した夏昇周年表プロジェクトによれば、宇の夏王朝総氏は、紀元前2071年、王朝滅亡は、紀元前1598年であったとされる。 ただし同プロジェクトは4000年前の年代確定には数年の誤差は避けがたいため、切りの良い数字をとって夏は紀元前2070年から紀元前1600年までと定めた。右王伝説の時代に最古の王朝国家が存在したと見られるものの、右の実在は未だ証明されていない。中国では奇跡の英雄。 開拓の英雄とされており、教科書にも掲載される存在である。石膏書を紹興し古上区慶山街道の大アー跡館には隙を持つを刻んだ大打ち水のレリーフがある。最有機で孫悟空が使用する女尉棒は元はうが航海の深さを測るのに使用したおもりだという。右往信仰は日本にも見られる。右王祭る病や祠あるいは 宇の像や名を刻んだ石碑や墓碑を総称して、宇王遺跡という。日本では、神奈川県海西町在住の郷土市や、大脇義雄が、全国調査したところ、宇に関連する石文宮像が、水害が多い地区を中心に107箇所見つかった。大脇らは2010年以降、宇王サミットを開催し、2013年、地水深、宇王研究会を発足させた。 2019年3月末までに日本には133件あることが判明している。沖縄県には以下の13件のウオウ遺跡が確認されている。群馬県沼田市にもウオウヒが存在する。ウの字は古代文字の球と虫とを合わせた文字である。球は伸ばした手の象形。虫はもともと蛇や竜などの爬虫類の意味でオスの竜の象形。すなわち、 牛と虫とを合わせた、うは、オスの竜をつかむの象形で、洪水と地水の神話の神と伝えられる、不っぎと除歌を意味する。大きな、うの門が背に縫い付けられた発碧が、慶長修論、慶長法難で知られる、ホッケ修不樹伏せ派の僧、日系の故郷に残っている。その発碧を着る祭りには、黒とのし姉妹がある。a b c d e u r a 右往と地水の地域史古今書院、2019年、2ページ。漢女、立歴史、戦力五大寺成婚、養本詩種、小異性、戦力、戦力成婚、五霊通行、右者、皇帝の現存、しかも戦力の孫なり、県縁皇帝殿、春遊愚士、皇帝九大孫、夏又また皇帝のヤ社子なり、陰湯、皇帝十七大孫、四川通史、 夏大雨皇帝五世孫、皇帝成りまさい、まさ生、戦玉、戦玉生婚、婚生勇、ハット ABCD 上村義弘、右往と地水の地域史古婚,婚書院、2019年、3ページ。太平後期、勇富三園、ミネガン町抜け、林学友、霊、巨石女団、流蓮久幸、時代売り水、中山下。台風卒、至る、崖振り谷院。 不可生。よ、予婦人招致。廃、はいかも九助。即直事女。十作。飯鬼神これ書き。元命その神教唱。ぐあまる。聞き。大影げ。かのえたつ。道うただし。巨礼登場釈借意志初派。決才道愛。異順その流三回常広中。竹うなて教日いわく。行九年。虫ため。王流かけるの愛を亀山足元。その後水平。 今本武初期年中祖、8年春、海所幸雨会計、殺亡風刺。秋8月、三角、登竜会計、四季、十年、三角東淳主、板流会計時報、夏王朝は、幻ではなかった、学難著、主権栄、加藤祐子役、柏書房2000八ハ AB 上村義弘、右往と地水の地域史古今書院、2019年、12ページ。 大脇吉尾、海を渡った地水深107の石踏み防災記念し、日本各地で古代中国の名君祭る。日本経済新聞長官。http コロンスラッシュスラッシュ w w w 日経 c c o m スラッシュ nkd スラッシュカンパニースラッシュアーティクルスラッシュディスプラトイプイコール 1& ナムイコールジャクソ0 8 9 8 2 8 8 0 r 3 1 c 1 6 a 0 b c 8 0 0 0スコドイコール 4901& バイコール1上村義弘沖縄における魚遺跡とその歴史的意義高漁師学第43号仏教大学高漁師学会47ニュース47スクール漢字物語旧味を折り曲げた竜ありがとうございます